い、ということで今日コロナワクチン2回目ということでね、豊明にあります藤田保健衛生大学で受けていきたいと思います。まあ怖いですよね、2回目どうなるかわかんないですよね。熱が出るかもしれないし怖いですけど、まあ注射も嫌いなんで怖いですけど行くしかないですね。行ってきます。ということでワクチン2回目の接種終わってきました。まあ体調の変化もはそんな何もないので、まあこのまま帰って様子見かなって感じですね。また経過報告します。はい、今4時間半ですね経過しましたが、まあ、腕が痛くなってきましたね。上げると超痛いです。ここまでしかもう上がらなくなっちゃいました。まあ、熱は36度しかないので、まあこれから上がるかな。上がったらまあ解熱剤飲んで様子見ますかね。そんな感じです。はい、ということで8時間経ちましたね。もう見ての通り寒くて熱はないんですけど、腕はもうパンパンですね。全然偉くないんですけど寒さがやばいですね。まあまた明日どうなってるかですね、また報告します。はい、18時間経ちましたね。今日が10月の18日。まあすごい寒さがありますね。寒さとあと風邪みたいなだるさ。熱は36度6分ですけども、うん、どれくらいですかね。36度6分。もうちょっと経過報告やっていきたいと思います。22時間経ちましたね、ワクチン接種後から。熱が38度6分出てきましたね。今は解熱剤飲んで様子見ます。熱は下がると思います。ちょっと偉いんで寝ます。はい、ということでね、ワクチン、コロナワクチン2回目の接種を終えて25時間ほど経ちましたかね。21時間の時に熱が38度6分だったんで、もう相当きついですねこれは。まあ脱水症状になったりとかするんで、まあアクエリアスとか枕元に置いて飲んでやってましたね。これほど辛いものもないですね、このワクチン接種でこんな辛いとは。まあそういうことで2回目の接種される方は用心してください。21時間後ぐらいに、まあ人によって違うとは思いますけど、まあ個人差あると思いますけど、熱が38度とかまでいっちゃうってことで、まあ気をつけましょう。じゃあね、バイブー。We gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know